その負ければレース展望の時間です。今日の解説は日刊スポーツ池永博美さんでお届けします。池永さんどうぞよろしくお願いします。お願いします。進行は竹の上です。ということでもう3月半ばとなりまして、いよいよ年度末、そして春を迎えると。そうですね、季節になってきたんですけど、今日寒かったですね、はい、風が冷たかったですね。ねえ、はい、まだ春本番とはいかなさそうですがね、はい、なんとか早お花見シーズンになってもらいたいなというふうに思っております。はい、思います。はい、ということで、今日も展望してまいりました。2つのレース展望してまいります。メインレースと準メインのレース、2つのレース、全部で12レース行われます。3月15日の園田競馬、メインレースが A2 クラス準オープンのメンバー、そして準メインが C1 クラスのレースです。まずはメインレースのダッシュ柳津福山駅前特別1870m 戦。池田さん、残念ながらここは本命候補だった6番ミレミリア出走取り消しとなったんですね。そうですね、直前、前日、今日でしたかね。はい、はい、取り消し発表は3月14日に発表という形になりました。はいね、箱だそうですね。右前箱ですね。はい、はい、ということでした。5連勝中ここでの連勝を伸ばすかどうかというところを大いに注目されていました。池永さん、もともと印は本命対抗などは、本命はもともとブリアン、2番でしたか。で、対抗を打ってました。ミレミリア対抗だったんですね。はい、ということで当然ここには印が入らないんですが、ブリアン本命変わらずということで、後の印が若干変わってきたわけなんですね。ということで2番本命のブリアンですが、このブリアンの本命の理由というところはどういうところですか。もうそうですね、もうこの枠ですからね、おそらく鼻から行ってしまいそうですね。あ、なるほど。で、楽に逃げ入れると思いますね。あ、なるほど、はい、そうですね。この1870m 戦という距離で行われますが、小林球者本当にこの距離で強いですね。強いですね。で、全然そう、一応まあこのまま結果出しますからね。そうですね、はい、はい、この距離では6戦3勝2着1回3着1回、と、はい、着外わずか1回だけということですので、このブリアンはかなり信頼度の高い本命馬。そうですね、余計まあ今おっしゃっとったね、6番のミッテミリアがね、出走を取り消しましたからね。そうですね、まあ、この馬大掛けでもすればね、初めての入りでね、すれば怖かったんですけどね、いなくなったというのはね、余計楽になりましたね。あ、なるほど、そうですか、はい、本命がさらに色濃くなったというところです ね、はい、ブリアン、田中騎手がね、1日5勝しましたね。そうですね、今日ね、すごいですね。おかしいですね、寒いのにね。あ、寒い時期ね、あまり得意じゃない田中騎手ですがね、あの1月1日にも5勝したんですよ。あ、そうですね、はい、じゃあ2日ですね、はい、2日ですね、2日にしましたね。はい、今年2回目の1日5勝3月14日に記録しました田中騎手の騎乗です。2番ブリアン、で相手は印5頭入ったように、ここは2番頭固いという見方になりましたかね。まあ、頭より軸固いということでね。あ、軸固い、はい、はい、9番タガノビリービン対抗ですか。まあ、一応ね、JRA ではこの距離1800m、1900m、はいはい、2票ずつしてるんですよ ね、 あ、なるほどね。だから距離は案外この距離の方が適正じゃないかと思うんですけどね。うんうん、そうですね、2000、はい、それはそうですね、中距離で4勝上げていまして、はい、1000万クラスでも買ってますから、能力はかなりのもんですよ ね、 すね、思いますね。はい、移籍後4戦目となります。まあ、前にね、行って、おそらく2番マークのレースにすると思いますけどね。うん、はい、はい、それから10番クールジャイロですね。うん、これもやはりこの枠ですからね、無理に鼻いかないでしょうね。うん、2番がいけばね、それがいい結果を生むんじゃないかと思いますね。うんうんうん、なるほど、はい、この距離でも2勝を上げてますし、 JRA 時代も 2100m を勝ってるように ね、 そうですからね。まあ、距離は大丈夫と思います。うん、はい、はい、それから4番手3番ですか、ワンダーフォルテ。そうですね、一応ワンダーフォルテも同じようなタイプですね。ただ距離がね、どうかなという気はちょっとするんですけどね。こちらではね、どちらかというと短距離の方が得意ですかね。うん、すね、JRA 時代も 1200m での勝ちから上げている馬でしたからね。はい、鍵は距離でしょうね。そうですか、はい、また人気がありませんから、ちょっと抑えておきたいところでしょうか。うでね、はいはい、あとは7番8番と印が入りました。これも初戦人気してね、負けた馬なんですよね。両方もやはり距離長い方がね、いいんじゃないかと思いましてね。あ、なるほどね、広瀬言ったんですけどね、はいはい、まあ、本来の力が発揮できなかったんじゃないかなと。まあ、1番人気3番人気でともに11着ですからね。そうですよね、はいはい、巻き返しの一戦、まあ、これだけ人気がガラッと変わればないですから ね、 ね、リラックスにジョッキーも乗れますんでね。あ、そういうことですね。ということでお買い得になってるかもしれないけどね、はい、はい、ここは6番ミンレミリア取り消しとなりました。メインレース2番ブリアンからという池永さんの狙いとなりました。それでは買い目ご覧いただきましょうか。2番を軸にして3連単マルチ、9番10番
3番というと、まあ、ちょっとね末の甘いところありますんでね、うん、なるほど、はい、それで一応万全を期してですね、はい、マルチにしたんですけどね、配当的にも良くなりますからね、そうですね、負ければね、そういうことですね、はい、まあ、しかしここは、まあ、信頼してというところで2番ブリアンの本命となりました。さて次は準メインのレースいきましょう。 C1 クラスのレース、 C11 組のメンバーです。頭数は10頭、まずは印をご覧いただきましょう。あ、ここも印6頭入りました。ということは本命馬が信頼度高いというところで相手5点です ね、本当に測ったようにね、うん、2着と0コンマ4秒差のですね、はい、3連勝ですから、ね、あ、なるほどね。4番の Z ガガ、これを本命にされました。で今言われたように3連勝中ということになりました。前回この同じ条件を勝って今回は金量1キロ増えますが、まあ、島原から大山に変わりましたけどね、はい、あ、そうですね、素直な馬ですからね、うんうん、案外誰が乗っても同じようなレースするんじゃないかと思いますね。なるほど、はい、移籍後4連勝かなり濃厚という見方ですか。思いますけどね、はいはい、レースぶりどうですか。必ず前につけてというレースぶりではありますが、その段向きの馬ですね、うんうんうん、前につけて、はい、どっか勝負道路でポンと行くと、うんうん、じっと直線まで待って、ね、うん、直線で抜け出した初戦ですか。そうですね、はい、このメンバーですともう花に行ってしまうという形になりますか、ね、どうですかね、うん、一回花行かすとね馬は行きたがるそうですんでね、あ、できれば控えていきたいと思いますね。何か行けば一番ね、うん、行ってくれる馬がいるかどうかですね。10番行くでしょう。あ、そうですか、はい、ひなファイターに行かせて2番手からという競馬が、はい、そういう競馬になるんじゃないかと思いますけどね、うん、理想、はい、じゃないかなというところですね、はい、で相手候補ですが対抗9番のクリノブラビッシモ、まあ、この枠はいいでしょうね、うんうん、はい、で前がねどうしても早めに4番いきますからね、はいはい、点争いのチャンスは筆頭になってきますね。なるほど、差し馬を相手に持っていった、はい、というところですね、はい、2番の藤山井さん、それも同じような感じですね、いい背足持ってますよ、はい、ね、9番フラワーはもう直線勝負ですね、うん、はい、はい、その他ですと6番タガノエポール、まあ、発送再計算上がって若干レース感覚が空きました、ね、空きましたけどね、声じっとしておればね、十分二着争いはあると思いますね、うん、そうですか、はい、他には3番7番、7番、まあ、上位で、じゃ7番上に見てますね、7番、はい、3番ですね、うん、3番あたり来ると A 配当ですね、そうですね、はい、まあ、どちらもね勝ち身に遅いところがあるだけに2着3着には持ってこいかもしれないですね、はいはいはい、もうリラックスに乗ればね面白いかも分かりませんね、うんうんうん、そうですか、はい、はい、ここは4番 Z ガがかなり信頼を受ける本命馬ということですね、はい、まあ、4連勝濃厚でしょう。そうですか、はい、はい、それでは買い目ご覧いただきましょう。自由レース3連単1着固定、4番の Z ガガを本命にして相手候補印の入ったところ、まあ、ここは3連単ですから、全部で20点買いということになりました、はい、これはね、はい、リハイトという狙いですね、はいはいはい、これは鳥紙になるケースないですか。 ありますね、ありますか。それもオズと計算で、まあまあでもそうですね、まあ、ただやっぱりまず当てることですよ。そうです、当たらないとね、競馬はね、マイナスになることなんですからね、配当がマイナスということにならないですからね、まあ、当たらないとダメですよ。そういうことです、はい、そういうことです、まあ、しかし勝った分からはマイナスになる可能性はあると、ね、当たってもね20点ではね、うん、まあ、できるだけ人気薄きてほしいなというところですね、まあ、1等絞ってください。あ、12点になります、ね、それね、外した馬大概来るんですよ。競馬あるあるでよくあることですね。その場合やったらその場合は何校でも外れますよ、うん、あ、そうですか。、はい、ということでぜひ当てていただきたいと思います。池永さんの解説をお届けしました。まあ、本当にもうすぐ新年度を迎えるというところで、はい、重賞レースも近くなりますし、マジックカーペットがね、あさって出てきますし、もう重賞戦線の、それも距離考えてでしょうね、うんうん、17ですんでね、なるほどね、はい、もうそういった重賞戦線の足音が聞こえてくる季節になってきたというのは本当にワクワクしますね。そうですね、そんな感じですね、うん、はい、期待いただきたいと思います。今日の解説は日刊スポーツ池永博美さんでお届けしました。池永さんどうもありがとうございました。どうも失礼しました。そうなければこの後ご覧の日程でレースが行われます。火曜水曜木曜の日程です。どうぞその他競馬存分にお楽しみください。